どうも皆さんこんにちは、太郎でございます。よろしくお願いいたします。最近髪がいい感じの色になりました。太郎でございます。よろしくお願いいたします。ということで、今回ですね、昔皆さん一度は言ったことあるんではないでしょうかという、なぜか言ったことがある口癖7選ということでやってまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。一個ずつ言っていきましょう。まず一つ目、多分これね、ちっちゃい頃に言ったことがある口癖7選なんで、まあ小学校とか幼稚園とかかな、そのぐらいまでだと思います。中学校だとやっぱちっちゃい頃って言わないと思うんですけど、まあこれはちなみにゾウさんですけど、ちっちゃくないです。ゾウさん、オスとなるんだということでやっていきたいと思います。まず一つ目。どれにしようかな、神様の言う通り。はい。これは言ったことありますね。てか、まあ、これは一人でも言うよね、多分。どれにしようかな、神様の言う通り。てぽうて、バンバンバン、もう一つおまけに、バンバンバン、うーみたいな、え、俺みたいな、わーみたいな感じになりますよね。はい。二つ目、いきたいと思います。しっぺ、デコピン、ババチョップ。お、これ俺あんま、ババチョップは言ったことあるかもしれない。しっぺはね、僕あんまりね、言ったことないな。デコピンはあるね。あの、乃木坂でデコピンって曲ありますよね。いいですよね。はーい。でもね、ババチョップはね、なぜかわかんないけど、みんな言ってたね。ババって何？ババっていう人、ババさんのチョップってこと？アントニオ猪木ってババさん関係ないよね、多分。そこら辺わかんないですけど。ババチョップって何なんだろうね。じゃんけん遊びでやって、結構本気で全部やって、え？どういうこと？じゃんけん遊びでやって、結構本気で全部やって、喧嘩になってしまうことも多い。あ、しっぺ、デコピン、ババチョップって一つなんだ。知らなかった。もう俺ババチョップしかわかんない。てか、そのしっぺはしっぺでしょ、これでしょ、これ2本でこれでしょ、でデコピンはこれでしょ、デコピンでしょ。ババチョップがわかんないんだけど、何ババチョップってやるのかな。ババチョップのやり方がよくわかんない。実際やったことないな、僕そんなに。多分これはちょっとあんまり僕はやったことないな。次、あ、これはよく言うわ。何時何分地球が何回回った時これね、これさ、もうイントネーションも多分もう日本人全員同じじゃない、多分ちっちゃい子全員。何時何分地球が何回回った時、何時何分地球が何回回った時、これ結構早口で言うよね。え、それって何時何分地球が何回回った時って聞かないよね。何時何分地球が何回回った時とか、しかも毎回絶対どっか言えないっていうのあるよ。何時何分地球が何回回った時、何時何分地球が何回回った時、これ言うね。あれ、お前あの子のこと好きって言ってたじゃねえかよ。何時何分地球が何回回った時、満開じゃねえ。何時何分地球が何回回った時とか、え、それと、ゲーム貸してくれるって言ったじゃん。え、それ何時何分地球が何回回った時とか。言いますよね。多分言います。これは言ってたね。小学生の時、何かとこれを発していた気がする。言われすぎると面倒だと思っていた。あ、確かに面倒じゃ面倒だよね。何時何分地球が何回回った時って言われた時の言われた返事を僕よく考えてたのね、覚えてますよ。例えば何時何分地球が何回回った時って言われたら、1日1周か、地球って1日1周するね。1日1周と考えた時に、1年間で365回で、今地球ができて46億年だから、46億かける365回って言ったら嫌われるだろうなって思ってたのを覚えてます。はい。そんな感じ、言われた時の返事、これなら面白いんじゃねみたいなのね、これなら面白いかなっていうのを考えてた記憶あるね。何時何分は何時何分で言えるじゃん。午前午後とかっていうか、いろいろあったね。何時何分地球が何回回った時の返答でその人の面白さが決まってたなっていうのはね、覚えてます。はい。じゃあ4つ目いきたいと思います。 I love JK。 ん、どういうこと。俺これよくわかんないんだよね。指遊びとしてよく使っていたな。誰かと誰かの相性占いとしてたくさんやってたな。 I love JK。 あ、これ、あ、上なら好きで下なら嫌いで、なんか好きな人と自分の名前を言うみたいなとこ、なんか誰々とか山本なんとかとかってやってた気がする。え、違うかな。でもこの I love JK ってのは全然全くわかんねえ。やったことないや。ご当地とかなのかもしんない。5番目いきたいと思います。エッチスケッチワンタッチ。あー、これはあるね。これよくやってた。エッチスケッチワンタッチ。これ後がつかない？確か。どこから流行ったのか、誰から聞いたのかも不明のこの言葉。確かに。エッチ、チーで踏んでるわけ？イン。エッチスケッチワンタッチでしょ？これに続きありましたよね。そう、あったあった。でもこれ続きっていろんな、それぞれじゃなかった？人それぞれ。エッチスケッチワンタッチ。あなたの何センチ？違う。チでイン踏んでんだったらそうだよ。それしかないね。エッチスケッチワンタッチ。あなたのポッチン何センチ？あとなんかあるかな？エッチスケッチワンタッチ。お前の母ちゃんデビューと関係ないか。エッチスケッチワンタッチ。なんかあるよね。いろいろ多分あると思う。その続きって。人それぞれなんだろうね、多分。懐かしいね。何で言われるんだろうな。多分男だから言われる側でしょ？だパンツ見えたりして、パンツ見えたら、女の子のパンツが見えちゃった時に、それを他の女の子が指摘された、エッチスケッチワンタッチみたいな言われるね、多分ね。で、なんかその時ってガチだから、男はさ、絶対さ、小学生の子って、あ、俺女に興味ないからマジマンジなんだけど、みたいな感じじゃん。多分そうじゃん。俺女に興味ないんだけど、みたいな。まあ、好きな人はいるけど、まあ、好きな人いることがもう、アップアップだからね。マックスみたいな。俺も好きな、好
きな人、いや、いねえや、いねえよ、好きな人、デキシとか言って、いねえよ、デキシとか言って、デキシって何？あれ、デキシも言ってなかった。これ入ってないけど、デキシも言ってたよね。ドゥクシとかね。俺、ドゥクシ派だったね。ドゥクシだけじゃないんで、その前に、A ってつくんだよ。A、デキシドゥクシじゃねえ。ドゥクシの前に A がつく。A、デキシ、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 言ってた。懐かしい。あの頃まだ声も高かったんだろうね。声変わりする前で、あいだけし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 って言ってた。わあ懐かしい。俺よく消しピンやってた、小学生の時。これ懐かしい、マジで。そうそう、女の子にあのパンツ見てた人で、いや俺全然見てねえしみたいな。もう見ら、もうそん、え、自分がさエロいっていうか変態って思われたらもう人生終わると思ってたよね。絶対それが認めちゃダメだみたいな感じだったよ、多分ね、小学生の時って。そんなイメージ。で、男同士集まったら、あいつちょっと胸でかくねみたいな。なんとかさん、マジ、ちょっと胸でかくねって。なんか小学生ぐらいでも胸でかいし、でかいじゃないですか。なんか胸でかくねとか、ケツでかくねみたいな。なんか俺それでね、ケツでかくねかな。で、なんかその子の前で言ったんですよ、僕。お前ケツでかくねって言ったら、その子がすごいピュアな子で、お母さんに言っちゃったんですよ、それを。その次の日の全校朝礼の後に、何々君と何々君ちょっと残ってとか言われて、何々さんも残ってって言われて、でそこで僕はもうパッと気づくわけですね。何々さんと何々君と俺が残ってって言われてたこと、あのことじゃないですか。あのことしかねえなと思って。でしたらその先生からケツでかいって言いましたよね。それって言われたらどう？あのババアの先生なんだけど。いや別にどうとも思わないですけどとかって言ったら、でもそれはあなたが男の子だからでしょ。女の子が言われたらそれ嫌な言葉だよね。それわかるよねって言われて、はい。ダメなことだよねとか言われて、はい。すいませんでした、クソバ、クソブスだとか、何まだ怒ってんの俺みたいな、カルちゃん押すとなるんだ、無理無理。さあ次行きたいと思います。6つ目、123マの尻尾ゴリラの ありますね、数字の数え方、数字の数えるときに言っていた言葉、続きは、あ、この次ね、123マの尻尾ゴリラのラッコじゃない、ゴリラの肋骨か、ごめん、ゴリラの肋骨、ナッパ、ナッパ、葉っぱ、腐った豆腐。俺それわかんない。123マの椎茸、ごぼうの、ごぼうだった気がする俺。123マの椎茸、サンマの椎茸じゃないか、サンマの尻尾か。123マの尻尾、ゴリラのラッパ、ゴリラの肋骨、あ、56、ゴリラの肋骨、なんかラッパって言ったけどな。まあ人それ、覚えてねえな。でも人それぞれだよね。多分人それぞれっていうかその地域それぞれであるんだろうね。その地域それぞれってさ、学校単位なのかな？クラス単位ではないでしょ、多分。クラス単位ではない。学校単位だよね。消しピンやってたって言うじゃないですか、僕さっき。消しピンやってた時はクラス単位でルールありましたね。なんなら、細かいルールはもう、チームごとにありましたね。で、僕たちのチームは、消しピンは、ちなみに、1回目で、消しピンって皆さんわかりますよね？あの、机でやってた、机のこれでやるやつね。消しゴムをこう、やって相手のやつ落とすやつね。消しピンは俺ほんとにハマってたよ、マジで。ガチャピンがびっくりするぐらいハマってた。ガチャピン関係ない。ガチャピン関係ない。消しピンで僕たちのルールは、多分、1回目でもう落とすのは無理。だから端っこから始めるじゃないですか、みんな。4人とかでやるとき。1回目から落とすのは、なし、脳幹だったね。あと、水で貼り付けはダメ。要は、消しゴムの粉を全部落として、ベタってギュッてするのはなしでやってましたね。だけど、なしだと滑り落ちちゃうからっていうの、このちょっとだけならありみたいなのあったね。うん。で、あと、なんだろうな。何体か用意できんの？何体って言ってたね。1個2個じゃなくて、何体か用意できる。両方落ちたら負けなんだけど、スピード重視、ちっちゃいやつね。ちっちゃくて、勝っていけるやつ重視と、なかなか落ちない重いやつ重視でやってましたね。もうその消しゴムは、消しゴムとしては使わないよね。もうそれはそれ用でもう大事に取っておくんだよ。その消しピン用にね。懐かしいね。で、そのね、またね、こう、先生の机、その引き出しのいっぱいついてる普通の事務机あるじゃん、先生の机。あれはね、この角の、机の角のところが、ちょっとだけ縁があるんですよ。だから、その縁を利用できるんだよね。ちっちゃい消しゴムだと、この、要は、カンカンっていうのができるわけ。それとかも楽しかったね。で、何回もやって落ちなかったら、お前絶対つけてんだろ、水。だから、マジでしとかって言われてたな。ね、小学生に戻りたいかって言われたら戻りたいね。うん。楽しかった、すごい小学生の時。はい、じゃあ最後7つ目いきたいと思います。バリア。うーわ、言ってたわ。バリア、バリア、バリア、バリア。何バリアってなんか出てんのみたいな。うー、懐かしいね。鬼ごっこなのでタッチされそうになった時、そうそう、バリアって言えばタッチされないと思ってる説。確かにあるね。なんかバリアって言われたら、え、あ、マジかよって、なぜかなってたしね。バリアって言われて、いや、それわかんない。タッチとかってならなかったね。バリアって言ったら、うわ、バリアかってなってたよね。うー、懐かしいね、バリア。あと、何々金とかあったよね。ここには載ってないけど。うわ、これ、山田、山田、山田金、山田金。
何山田菌って。もし触っちゃった、もう触るだけでってことでしょ、要は。ちょっとこう触れられただけで、山田菌ついたとかって言って、バリア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 ってなっちゃうよね。多分これペアだよね。懐かしい、何々菌はやってたわ。何なんだろうね、あれ。なんか、触れ、今の多分もう、中とか、もうそれ以上の感覚だったよね、異性と。異性にもうちょっと触れるだけでもう、もう、バリアって感じでしょ、マジで。すげえな。あの頃はほんとピュアだったね。もう何もかもが新鮮でしたね。なんか僕ね、小学校の頃の思い出で言うと、両思いって分かってる女の子がいた。両思いって分かってる女の子と、なんか何回も告白するんですよ。だから、告白して付き合うにはならないよね、多分。小学生の頃って。変な間があるんだよね。何々さん、何々くんのことが好きです。僕も、俺も、そんなに生きてなかったから、俺も何々ちゃんのこと好きですって言って、ありがとう。で、終わりなんだよね。そう。好きだよ。あ、好きだよ。ありがとう。で、終わりっていう。儚いね。楽しいね。で、そう、そんな二人が言っても誰も信用してくれないんですけど、小学校の頃はね、多分モテてたんですよ、僕。マジで。本当にモテてたんですよ。で、その子も多分結構モテてる女の子だったんですよ。だから、すごいなんか、もう理想のカップルみたいに言われてて。それが今じゃこんなカエルちゃんとかじゃないんだけど、で、その二人で、なんかキスしろよってなったんだよ。確か6年生ぐらいの時に。キスしろよってなって、でも誰もキスは多分したことなかったはずだよな。俺も多分したことなかったんですよ、6年生って。キスはしたことなかった気がするな。あるかな？ないと思う。6年生でキスってする？しないよね。すんのかな？俺多分しなかったと思うんだよ。で、その、放送室に閉じ込められるんですよ。もう今考えたらめっちゃいいシチュエーションじゃん。もう、ベロベロベロってするわとかって、今だったら思うんだけど、当時はまだ女の子もまあ好きなやつはいるけど、ぐらいのレベルだったから、2人に閉じ込められて、山本さんって言うんだけど、山本さんと俺で閉じ込められて、一応言うわけ。またそこで。好き。山本さんのこと好きだよ。私も、ありがとう。そうだよね。ありがとう、ありがとう。で、閉じ込められてて、で、見えるんですよ、外からは。で、外から、何人もこうやって見てるわけ、こうやって見てるわけ。で、これどうするみたいな。これ、チューするってなったけど、みたいな感じの立った記憶がある。それ、そういう記憶がある。これさ、全部俺の夢だったらマジきついよね。懐かしいね。石崎くん、覚えてるか君。こんな人の名前勝手に出していいのかな、いいよね。誰かって特定できないから多分大丈夫だよね。僕はこんなになってますよ。こんな太りました。こんなに YouTube を撮っています。こんな髪の毛になりました。人生何があるか分かりませんね、みたいな感じだね、本当に。そんな感じで。まあ、でも、これからまだまだ長いからね、人生。小学校の頃から、今考えたらちょうど 10年ぐらい。小学校で10歳とかしたら2分の1成人式だから。10歳から今ちょうど20歳超えたぐらいで10年間でこんだけ変わったわけじゃん。そうだ、今から10年間って多分また同じぐらい変わるわけでしょ？人って。どうなってるんだろうね。筋トレに目覚めてさ、マッチョになってたりすんのかな？それとも死んでんのかな？なんか不幸な事故が起きて。それとも、もう子供5人ぐらいいるのかな？とか、日本にいるのかな？とか。もう、なんか、どうなってんだろう、わかんないね。楽しみだね。わけのわかんない終わり方だけど。こんな感じで終わりだと思います。もしチャンネル、もしね、バリアって、とかね、やったことある。何々に金ってやったことある人はね、チャンネル登録。あと、できしってやった人はね、チャンネル登録と高評価をできしって押してくれると幸いでございます。ということで、最後までご視聴いただいて、本当にありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。失礼します。ありがとうございます。